どうも、ショーマルセブンでございます。は、今日はですね、一週間ぐらい、ま、結論構成ですね。ウィングマンとリピーターを使ってきた、ま、感想とかね、ま、その辺をちょっとお話ししていこうと思います。では、まずはチャンネル登録よろんスタート!あ、じゃあね、ま、一週間ぐらい使ってみたんですけれども、まずこの構成を持った方がいいかなというキャラなんですけれども、ま、俺的には全員が持ってもいいかなって思いますね。オクタンやレース。まあ、なぜかというとですね、まずウィングマンの話なんですけども、ウィングマンってカバーするというよりかはカバーしてもらう武器なんですよ。基本的にカバーするの難しいんですよ。弾速遅くて当てづらいし。やっぱ横から撃つってなったらライフル持った方が 100% いいです。で、実際レースやオクタンで、まあ、持って、で戦闘でね、やっぱウィングマン持つとね、やっぱ強いですよ。対面の打ち合いっていうのが。それと被弾量も少ないんですよ。まあ、自分がフォーカスもらってる間にね、まあ、被弾もしないんで、味方のカバーももらえるんでね、そこら辺はウィングマンの強いでもあります。で、前衛でリピーターを持つのどうなのって話なんですけど、意外といいです。まあ、理由としてはね、展開することが結構あるんですよ、前衛の人って。まあ、展開ってどういうことなのかっていうと、まあ、横の車線を作りに行くってことですね。そういう車線を作りに行く時とかに、まあ、リピーターでね、まあ、結構チュンチュンしたりするのが結構当てやすくて強いです。あと、ここは重要かな。シャッターキャップですね。シャッターキャップ実際どうなのかって話なんですけど、まあまあ強いです。まあ、もちろんエヴァの紫ボルトには勝てませんよ。まあ、勝てはしませんけれども、まあ紫マガジンついてたら、12発のショットガンになるんで、意外と強いです。継戦能力も高いです。思った以上に強かったです。まあ、連射力はね、まあ角間は関係なしに一定なのでね、まあそこら辺はショットガンよりかはいいのかなと思いますね。ただシャッターキャップの切り替えだけは少し面倒なので、まあ、俺は常にショットガンモードにしております。基本的には。遠距離撃つときって、まあ、別にそんなに緊急ではないので、まあ、切り替えてすぐ覗けばいいんで、基本的にはショットガンモードで走ってます。まあ、そんな感じで、まあ、俺は全員で使ってみた感じ、まあ、結構良かったです。けれども、基本的にはウィングマンがメインになるかなと思います。ウィングマン使えない人にとっては少し難しいかなと思いますけれども、まあでもやっぱ全員で打ち合うんだったらウィングマンはかなり強いと思います。はい、じゃあね、次ヒューズでね、使ってみた感想なんですけれども、まずね、まあ、ヒューズの場合だとグレが、ワンスタック2個持ってるのでね、この構成だと、グレがいっぱい持ってるんでかなり強いです。ヒューズにとっては。まあ先ほどもお話ししましたけれども、ウィングマンだとね、やっぱり味方のカバーがかなりしづらいんですよ。まあリピーターもそうなんですけど、単発武器でのカバーっていうのが難しいので少しちょっとおすすめしづらいかなとは思いました。まあ、弾速もそんなに速いわけではないし、連射力も速いわけじゃないので、やっぱ味方のカバーしたいって思った時にね、単発武器だと外してしまうことがね、まあ結構あるんですよ。そういった点でちょっと厳しいかなとは思いました。まあそもそも単発武器っていうのがね、まあ扱いづらい武器なんで、まあ結構上級者向けの構成になってしまうのかなと思います。まあなので、ね、まあ結論構成ではないんですけども、まあリピーターを持つのであれば、フラットライン。ライフル系をね、まあ、持った方が安定すると思います。まあ、リピーターを使いたかったらね。やっぱライフル持ってた方がカバーがね、かなり良くなるんで、まあ、安定もすると思います。で、クライリックスとね、ランクした時にね、まあ、クライリックスめちゃくちゃリピーター持ってたんですけども、前衛でのに。まあ、結構いい感じになんか使ってましたね。はい、てな感じでね、まあ、僕はね、前衛キャラでの結論構成はおすすめできますけども、こういうのは少し難しいかなと思いました。じゃあ、何か意見や質問がございましたらコメント欄にください。では、お疲れチャース。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、やろん。またね、バイバイ。うん、最高。